を何の道を志すのかな。この道、お主の新たな人生の始まり、しかと見届けた。その志、見事成し遂げてみせよ。敵の守りで敵を跳ね返すのじゃ。助けなきゃ、急ぐよ。あたしとやる気？負けないわよ。そして参る。様ほどじゃねえがよ。
様ほどじゃねえがよ。くれるわ。我が部に挑め。敵将撃ち取ったわ。馬鹿にしないでよ。敵将撃ち取ったわ。お力添え感謝いたす。
私は雪村とは義で結ばれた同志だ。雪村の人となりが気になるか？教えてやろう。それ。恐るべき集中力だろう。それが雪村だ。ま、実生活ではそれが天然となって出ることも多いが。これはお会いできて光栄です。何のお話をなさっていたのですか？父や兄によく言われます。お前は天然だと。どうやらあなたは天然がお好きなようですね。これからも末永くお付き合いのほど。失礼。あいつの近くにいるとよ、どうも眠くなる。乱説は無縁ののどかさがあらあな。世が平和だったら蹴鞠の名手として生きられたかもな。戦嫌いの殿様じゃ乱世はどうしようもねえが。そうじゃの、マロは戦は嫌いじゃの。みんなで仲よ、蹴鞠がしたいの。ドアホ、今は乱世だ。いくらてめえが嫌がろうが、国のため、民のため、戦は避けられねえ。うじやす、いや弟よ。ならば戦を蹴鞠に変えればいいの。弟には見せておらなんだかの。天下蹴鞠戦の案内じゃの。すでに諸大名に送ったの。大会には二人一組で参加するの。マロと氏康は東海兄弟組として登録してあるの。
番手柄はいただくぜ。制圧すればいいんだよね。
様ほどじゃねえがよ。その首ねじ切ってくれるわ。早々にお引き取り願い。ついに天下の宝、千鳥の航路のありかが分かったぜ。早速盗みに参上でい。閉めたぜ。秀吉の野郎はぐっすりおねんねだ。天井に誰かおる。出会え。アウチ。なんでこんな時に泣きやがる。俺様が騒ぎ起こすから逃げろ。てこれバロ。俺様一人ならどうにでもなる。早く行きやがれ。死んだと思って。俺様こう見えてもしぶといのよ。俺様は石川五右衛門、腐っても天下の大泥棒って。これで貧しい連中がまた助かるぜ。
申し訳ありません、品切れです。ありがとうございました。な攻撃とてものともせぬ。助けなきゃ、急ぐよ。次第もございません。
早々にお一人願い。魅力ながらそなたに尽くそう。やったな。だがてめえならまだ上目指せんだろう。あなたが近づいてきているのは気づいていたのですが、こんなことをなさるなんて。ありがとうございます。何が起こるかわからぬ乱世、油断は禁物。常に心を戦場に置く修羅となれとの教えですね。どうかこれからも至らぬ乱を厳しく導いてくださいませ。だから、なんであそこでてめえだけ突出すんだよ。危険だし、味方も不利だ。てめえだけ目立とうってのか。うるさいうるさい。この剣だよ。てめえなんかにはもののふの心ってのがわかんねえんだよ。その点、刑事殿との戦はいいぜ。あの人はわかってる。押し引きも知ってるから、突出とかバカは言わねえし。平次殿となら乗れるけど、てめえじゃダメなんだよ。上の言うことばっか気にして。もののふじゃねえよ、お前。ああ、お前か。昼間は悪かったな。すまない。変なとこ見せちまった上に無視しちまってよ。
あの野郎の言う通り、俺なんて大したやつじゃねえ。大口叩くにゃいくら努力しても足りねえんだ。いつかおじきや刑事みたいなもののふになって、正しいこと言ったら皆がついてくるようにならねえとな。見よう、あの兄弟の狩る馬の速いこと。欧州の子らは皆馬に慣れ親しんでおり、鍛え上げれば優れた騎馬軍団となろう。わしはいつかあやつらと共に大暴れしてみせるわ。くだらぬことを申すな。時代の流れはあの馬のごとく速い。貴様もぼさっとしておると取り残されようぞ。これはこれは、下手な笛でお耳を汚して申し訳ありません。時々このように一人で笛を吹いております。多忙な日々、無性に一人でいたい時もございますので。ただなかなか一人にはなれません。人以外にも獣などが寄ってきたりもいたします。獣には話が通じませんので難儀いたします。一人になりたいと申し上げても無駄、困ったものです。で、まだこの場にいらっしゃるのでございますか。ご無礼ながら相当鈍感な方でございますね。You
七と変えてくれん。守り切るのだ。
攻めよ、敵地を奪い取るのだ。今回は制圧が目標です。
ねえぜ。すまねえ、てめえまで巻き込んじまったな。最後だし、行っちまおう。俺はてめえが大好き。あの世でも一緒になってくれるか。ああ、ユーケイ入り殺されるとは前代未聞。天下の大泥棒の最後、とくと見やがり。おあっちゃったあっちゃった。あれ熱くねえ？なんかちょうどいいお湯加減。五右衛門たちを取り戻すべく
一味が退去して押し寄せてきてるぜ。逃げろ。これぞ天の助け。逃げるぜ。それからさっきのオロ様の言葉は忘れろ。いいね。極めるぜ、剣。